高木ブーが仕事復帰果たす野村義男とのツーショット添え、楽しかった。ザ・ドリフターズの高木ブーが20日、自身のインスタグラムを更新。仕事復帰を報告した。高木は先月21日、左足アキレス腱の断裂を報告。入院生活を送りつつ、右足の筋力の低下を防ぐためリハビリも行っていた。そんな高木は今月16日に退院を報告、自宅に帰ってもリハビリは続きます、としながらも、自慢のウクレレで医療従事者や患者へ感謝のミニライブを行ったことを明かし、ファンからも退院を喜ぶ声が多く寄せられた。さらにこの日はギタリストの野村義男と笑顔で写るツーショットを添えて、今日から仕事復帰しましたと報告だ。続けて、どうしても出演したかった野村よっちゃんの還暦目前ライブ。楽しかった、いろいろと写真を撮ったので、おいおい載せていきますねと元気に伝えた。